Ah!
こんにちは。おっと、小町氏ですか。オンタイムで来れるの初めてなんかな。いやー負けが込んでてねどんどんランクが下がってってるよ。あれでもデッドバイデイライトのルールとかって知ってるんかな。
おお。いや、うまくできてる時のアーカイブ見てくれてるんやったら、あれやけど、こう、下手な時やったら結構あれやな。へこみまくりやな。デッドバイデイライトのルールは知ってるんかな？こう4対1で、まあ、今やってるのが生存者側なんだけど、殺人鬼と生存者っていう、こう2チームに分かれて、あ、そう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 、基本は鬼ごっこなんだけど、で、殺人鬼がまあ、鬼として残り4人の生存者を、まあ、追っかけると。で、まあ、生存者は、まあ、普通だったら切りつけられると、まあ、2回切りつけられるとダウンするんだけど、で、ダウンして、まあ、フックに釣られると、まあ、どんどん厳しくなるっていう感じかな。で、フックに釣られる回数も、3回目でも完全にアウト。で、まあ、3回釣られないうちに、まあ、頑張って発電機を4つつけ、あ、5つか、5つつけてゲートを開けようみたいな感じ。さっきからね、ランクがすごい高い人としか当たってないから、もうバンバン負けてるんだよね、今。鬼だね。あそこにいるね。キラーは鬼っていうキラーが相手ですね、これは。あ、そう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 。僕は今逃げる方をやってる。最近はずっと逃げる方をやってるかな。結構殺人鬼の側だとマッチングが早いんだけど、おった、まあ、生存者だとなかなかマッチングしないからやってなかったんだけど、やばい。 バレてる。あかん、あかん。いやこれね、そう、鬼っていうキラーなんだけど、まあ、この鬼はゲージを貯めると一撃で生存者を倒せるモードになれるんだけど、今それでやられちゃったね。いやー、厳しい。 まだ発電機が1個しか直ってないのに2ダウンは厳しい。 鬼滅か。 いや、ほんとそうだよ。もう鬼の呼吸みたいな感じになってるよね。しかもさっきなんか叫び声が上がったと思うんやけど、その叫んでる時ってなんか鬼がダッシュできるんだよね、この鬼。だすごい移動も早いし、一撃でやられるしっていうので、ああああああ、すげえ怖いこの鬼が。
まあ、小松さんもスイッチを買ったらぜひやってほしいですねデッドバイデイだと。やばい、こっち来る。あんまりよろしくない状態やね、これ。来るね。結構面白いよ。まあキラーによってはすごい怖いけどね。いかんいかんいかん。あああああああ、どんどんやられていく。いやー、これちょっと厳しいね。だいぶ形勢が悪い。つけ切る勇気つけ切る勇気。いやー、ドン。これ助けられるかな。二人で助けて一気に直したい。直そう直そう。あららららら、ら、厳しいな。いや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 、いや怖っ。いやー、厳しいなこれ
一人お亡くなりになりました。ナイスえ、すぐ5人、すぐ暴走状態になるやん。いやーこれ困りましたね。逃げ切れるかな。いやでもね、まさに鬼がそんな感じやったと思う。鬼ってあのね、これ殺人鬼の側はあの一人称視点になってて、多分あの僕が近くでしゃがんでたから急にどっか行ったと思ったと思う。そうで、あああってなってたと思うよあれは。あこれはハッチで逃げれるかな。これ最後、あーこれはいかん。大丈夫か。これ最後に一人になると、まあハッチ脱出っていうのができるんだけど、そのハッチがどこに湧くかが分かんないんだよね。ので今そのハッチをちょっと探してます。あの人がチェイスを頑張ってくれてる間に。うわひえー、来た、すごい。これはなかなか長期戦ですね。どこにあるんかな。ああ。ぐー、これはハッチ対決になると思うな。
地はどこだね。ああバレてる。いやーこれはもうダメだな。これ逃げ切れるか。怖ー。ハッチはどこだ。くぅ、ゲートがそこなんだけど、いやー怖っ。コニーが一回こっちに巡回してきてからちょっとだけ触って、来たー。あーもう無理だ。いやもうこれは無理だな。これは逃げ切るの無理だな。もうくっそー。時間切れで負けますねこれは。いやーこれ無理だな。間に合わない。ゲートを開けるのも間に合わずに時間切れでやられてしまう。そうそうそう、めっちゃ怖いんよこれ。やられる。あー、まあまあまあ頑張ったと思う。それなりに頑張ったと思うこれは。処刑されましたね。いやでもあそこで鬼に倒されなかったのは、 やった。赤ランクに戻ってきました。すごい上手かったからグッと押しとこう。そう、鬼見え、なんていうんやろ、あのダッシュしてる時の鬼は本当に怖いね。もうなんか、あ、終わったってなる。まあ、結構鬼の方が、まあ、圧倒的に、なんていうんだろうね、能力がいろいろついてて有利だから、まあ基本は鬼の方が勝つようにできてるゲームっていう感じかな。この逃げる側のキャラクターっていうのが結構こんだけ種類があるんやけど、この逃げる側の方っていうのは別にどのキャラクター使ってもあんまり、あの、なんていうのかな、キャラクターごとに能力があるわけじゃないから、基本育てればみんな同じ性能になるんだよね、キャラクターは。逃げる方はね。まあ、だけどその
殺人鬼の側っていうのはそれぞれで固有の能力を持ってるから、その固有の能力がとてつもなく強いっていう感じだね。だからさっきみたいにもう他の生存者が全員処刑されてしまって自分一人になってて、ハッチも閉じられてしまったみたいな、要は逃げ場がなくなったみたいな感じになっちゃうと、もうほぼ積んでる状態になるかな。時々鬼がミスってくれて助かることもあるんだけど、まあまあほぼないかな。もう今のランク帯のマッチする人とかだと、ほぼそういうケアレスミスで見逃してくれるみたいなことはもうなくなっちゃうね。いやでもこれスイッチ買って一緒にやりたいな。もう部屋でビクビクしながらやることになると思うけど。スイッチはまだ抽選とかやってるんかな。そろそろなんかどっかで、どっかっていうかその量販店とかでも。ギャーギャーうるさい。いや、それもまたおもろいんやんか。こう、わーわー言いながらやるのがさ。このゲーム、こう、ボイスチャットつなげてやるとすごい面白いんだよね。任天堂だけやってる。何やったっけ、あのスマッシュブラザーズは好きなの？あれは全然スマッシュブラザーズをやったことがなくてさ、全然分かってないんだけど、あれは格闘ゲームなんかな。あのスマブラのさ、なんかなんていうんやろ、あれ格闘ゲージがあるわけじゃない、ヒットポイントがあるわけじゃないんだよね。あれなんか島から落とされると負けなんだよね。あれ見ててもさ、あれ結構ルールがよくわからんくて、スイッチ持ってるけどまだやったことがないんだよね。あ、ストーリーモードもあるんだ。なんかあのメタルギアソリッドっていうゲームが俺好きなんやけど、そのメタルギアの主人公もスマブラに入ってて、その時ちょっとやってみようかなと思ったんやけど、でもなかなかこうゲームをやる時間をこう全部に割くのが難しいね。ああ、なるほど。なるほど、なるほど。その、パーセントをいっぱい増やされると、こう軽い攻撃でもどんどんやられやすくなるってことか。なるほど。だからいっぱい食らっ、ああ。なんでこんな秒で見つかるんよ。はいはいはい、開いたー。
ああダメだ、ここもダメだ。ああちょっともう。やだー、やだー。ああやだなー。ここのマップあれだよ、あのストレンジャーシングスのマップだよ、あの研究所のマップだね。いやーすぐ来るやん。いやーダメだ、これはきつい。そう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 。いやーもうダメ、もうこれ。いやーきつい。そうちゃんとね、あの L のいた部屋とか、あのゲートが開いてる場所とかちゃんとねマップが作られてるんだよねこれ。いやーこれ秒で負けてしまうな。いやーきびいわ。めっちゃ狙われてるやん俺。助けて助けて助けて。いや俺めっちゃ追われてるわこれ。ほら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 助けて。いやー終わった。ここはあのゲートができたとこだよ、あのストレンジャーシングスの。いやー強っ。あ、そうそうそう、ね、デッドバイデイライトは、あれなのよ。プレステ4と、PC と、スイッチは全部、なんていうの、クロスプレイが、もう対応してるから、この、なんか丸っこい、なんていうのかな、名前にこの、なんていうの、名前の前になんかこう地球儀みたいなマークがついてる人は、他のプラットフォームの人だね。要はスイッチかもしくは、まあ今の強さだとまあ明らかに PC だけど、PC のプレイヤーの人はとにかくすごい強い。だからプレステ4もスイッチも、同じマッチングができるようになるよ。ここで
こう招待すると他の、フレンドとかも呼べるっていう感じだね。で、まあ、スイッチが、やっぱり、なんていうのかな、表現が難しいんやけど、まあ、スイッチ勢のなんか鬼に当たると結構勝てる率はすごい高いかな。なんかまだスイッチ版のデッドバイデイライトが出てからそんなに時間が経ってないから、なんかどちらかというとスイッチ、PS4、PC の順で強いで、 PC の人はもうとにかく強いね。なんかマウスでやってるから、すごい、なんていうの、視点がすぐ切り替えられたりするし、なんかね、反応速度が尋常じゃないんだよね。やっぱりプレイしてる人の数もすごい多いから、PC だと。だからマッチングしてる回数もすごい多いから、すごい、なんていうんだろうね、戦い慣れてるというか。そう、いやもうほんとガチ勢だよ。もうプレステ4でやってる僕なんかまだまだですよ、これは。もうなんていうんやろうね、プレイにかけてる時間がさ、そもそも全然違うからさ。そのあたりがやっぱりこうプレーのうまさにも差として出てきてるよね、明らかに。いやでもスイッチ当たるといいね。こう未だに抽選になるぐらいねえ、すごい品薄が続いてるっていうのもすごい話やなと思うんやけど。プレステ5はもうなかなか当たらへんわ。まあでも大変よね。なんかそのさ、お小遣い貯めるって言ってもね、バイト行けるわけでもなかろうし、今。まあ難しいよね。こうバイトしようって言っても、こう。飲食店のバイトっていうのも今が一番きついからさ、バイト募集してなかったりするやろうし。って何？なんかそういうコレクターズアイテム的なやつを持ってたってこと？すごい。ソフト3本分ってすごいね。数万円で売れたってことだ。リーメントってなんだろう？初めて聞いたかも。
なんか昔のビックリマンシールとか俺実家にめっちゃあるんやけどさ、あれも売れるんかな。結構いっぱいあると思うんだよね。でもそういうコレクターズアイテムをさ、こうどのタイミングで売るかも難しいよね。うわー。え、バレてる？嘘。間に合ってくれ。くっそ。あー、ちょっと、これはもうプレイがうまいとか下手とかじゃないでしょ、もうなんか運が悪いよね、これ。くっそー、めっちゃ悔しいんやけど、マジかー。いや、ほんといきなりだよ。マジかよ。くっそー。いやー。あ、ドールハウスとかに使うやつなんだ。そのミニチュアのなんかそういう小道具的なやつね。めっちゃ勢いよく降りてしまった。なんかもう大惨事じゃん、みんなバタバタやられていくんやけど。でもあのミニチュアのやつがそんな感じでこう結構ちゃんとすごい値段がつくんだね。ナイスー。でも10年間もちゃんとこういい状態で持ってたってことね。いや、やっぱり物を大切に持っとくのはすごい重要だよね。いやー、これ大惨事じゃん。これどうやって勝てばいいんだ。いや、ほんとよ。いや、めっちゃうまい。いや、来るんじゃない？いや、もう大惨事だよね、これ。まだ1個しか治ってないのに。
いやーきついなー。すごいね。でもなんかそういうシルバニアファミリー的なやつをすごい集めてたってことなのね。ナイスー、ナイスー。あー、ナイスー。あー、なるほど。次々とやられていく。ナイスー。ああ。これはどうすればいい。助けに行くの間に合うかな。いやー、いやー、もう終わった。忙しいよもうこれ。もうめっちゃ強いじゃん。勘弁してよ。あ、この人鍵持ってる、鍵持ってる、この人。ちょっとハッチ見つけてよ、ハッチ。そう、このチェーンソーを使ってすごいダッシュできるんだよね、この鬼が。あ、あー、持つか、持つか、持たない。まあ鬼側からするとそうだね、ま、あの勝ちというか、鬼としては一人全員全滅させたい感じだね。やけどまあ、いやー待ち構えられてた。怖ー、ちょっと待って。
わっと。ちょっと待って。これ俺頑張ったよ、だいぶ。これ俺ナイスプレイじゃない？これめっちゃ頑張ったよ俺。いや俺めっちゃ頑張った、これは自画自賛よ。ねえ、ああ、これ悔しい。マジか。あの人は脱出できたんだろうか。頑張れ。あ、でもワンチャンあるね。この人、この赤い鍵を持ってるんだけど、あ、これは厳しい。あー、残念。残念でした。テテマルタさんがすごい強かった。いいねしとこ。いやー惜しかったな。あれで脱出できたらすげえかっこよかったんだけどね。このドキドキを君も味わおうぜ。
やもうそう、手汗ベトベトよ、これもう。いや、めっちゃ緊張したわ。チェーンソーの音が鳴ったらもうビクってするわ。怖 でもさっき言ってたリカちゃんのやつは、あれやね、結構こうコアなファンもいっぱいいそうで、値段高そうだよね。こうドールハウス的な、ね、こう、趣味の人やったら、やっぱりすごいこう、10年ぐらい前のやつとかだったら、もう絶版になってて手に入らへんからとかっていうのもありそうだもんね。数秒で売れたの？すごっ。じゃあそのなんていうんやろう、その商品名とかタグですごいずっと検索してる人がいるってことだよね。ね。結構だから古いおもちゃとかって結構意外と需要あるんだね。まあ実際そう買おうと思ってももう買えないから、そこがすごい値打ちに変わってるんだろうね。いや、次こそは絶対最初に 釣られないようにしよあ、そういえば、サーボモーターは動かせそうですか？ 逃げ切りが見たい 頑張るわ。ちょっと、一回ぐらい逃げ切ってから、あれやね。こう、逃げ切って終わりたいな。今回は、逃げ切るぞ。そうよね、多分こう見始めてもらってから多分1試合も勝ててないよね今俺多分。頑張ろう。まあ、こう絶対的にこう殺人鬼の方が有利なゲームにあって、勝率をすごい6割7割ぐらいにできるとすごい高ランクな評価をもらえるんだけど、なかなか難しいね。
よろしく。あ、ごめん。ああ、それはちょっと残念だね。またチェーンソーか。確かに12月の20日だともうね、あと2週間かそこらしかないし、確かに大変かもしれん。あ、次また時間ができたときに。ゆっくり挑戦してみたらいいと思うわ。喋ってる間にスキルチェックが来ると喋るのが止まるな。まず一つ目。よいしょー。ナイスー。これは順調よ。これはいけそうな気がする。よいしょ。あー、ごめん。フラグになりませんように ありがちやな。今チェイスしてる人がすごい上手いかもしれない。どこで倒れた？あそこか。
これはいけるぞ。いける。ドン。あの人助けれるかな。ああ助けられなかった。これはフラグか？いやー、あた。フラグかもしれん。あ、いった。あかん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 。これはフラグやぞ。これはフラグだぞ。キャンプするやん。ちょっと、みんな行ってくれ、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 俺の屍を越えて行け。フラグでした。くっそー、なんでや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 ー。くそ、一回でも勝つぞ。ちょっと一回勝つまでやるぞ俺は。いやー、くっそー、油断したなー、油断したな。これはちょっと気合を入れていかんとあかんな。ちょっとさっきのは、さっきのはちょっと調子乗った。調子乗った。こうちょっと助けに行こうと、かっこつけようみたいなことして、最終的にやられるパターンやったな。
いやー、油断したなー。ぐぬぬ。勝ちに行く、勝ちに行く構成にしなければ。いやー、きっちりフラグを回収する男。どんなキラーだろう。まずは第一村人にならないっていう感じかな。第一村人というか、最初にキラーに見つかる人にならないのが重要かな。隠密するぞ。このマップ嫌いなんだよね。ナイスー。危ない危ない。第一発見者にならないみたいなことを言って なるところやったわ。まあ、綺麗。よいしょー。ナイスー。これはいける。
申し訳程度の平和お星様お星様お星様綺麗。いやー、いい風景だね。いい風景じゃないか。あー、めっちゃ映える感じじゃない、この風景を常に発電機直してる姿。いったー。あー、死に際にふさわしいとか言うからもう自分でフラグを立ててしまった感じがするな、これ。空綺麗いやー、綺麗な空じゃないか。ありがとう、ありがとう。これはいける。怖っ。満天の星空からの脱出。
治さない？体治さへん？大丈夫？あと一人、え、大丈夫か？あいった。かー、一人犠牲になったけど。出た。文字化けしてたね。よし、出たぞ。あ、すげえな、ランク2の人か。いやー、出ました。本日初勝利です。そう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 、逃げ切り、逃げ切れた。勝ちです。これは勝ちと言っていいでしょうね。まあ、ただ、あの生存者、他のプレイヤーが一人犠牲になっちゃったけどね。なんかうち逃げ切れました。やったぜ。もう完璧に勝ちです。これはちゃんと逃げ切れたんで。いやー、何試合やったよ。いや、ほんとよ。ガチで初勝利やった。いやー、いやー、気持ちいいですな。フラグを回収すること数回。いやー、やったー。こういうなんかね、気持ちいい試合ばっかりやったらええんやけど、なかなかそうもいかへんっていう。いやー、ありがとう。うわー、あー、ふぅ、よし、そろそろ2時間ぐらいやったんで、今日はこれで終わります。いや、またもし暇やったらぜひ見に来てください。なんか一緒に見ながらやると楽しいんでね。一人で黙々とやってるとそれはそれで煮詰まるので、まあ、時間があったらぜひまた見てください。いやー、最後勝ててよかった。うん。お疲れさん、こっちも楽しかったわ。ありがとう。ではでは、お疲れさーん。